い、どうも、森です。今回は湘南ベルマーレの今オフの契約更新情報、移籍情報についてやっていきたいと思います。嬉しい契約更新から噂通りの移籍対談など、今週も多くの動きがありましたね。湘南ベルマーレの情報を少しでも知りたい方はぜひチャンネル登録お願いいたします。さあ、まずは移籍情報についてやっていきましょう。前回配信より更新があった情報についてやっていきたいと思います。まずは公式から発表された情報からです。今週は非常に対談の情報が多かったですね。まず一人目はこちら、長木亮太選手、徳島ヴォルティスへ完全移籍となりました。長木選手は22年に鹿島から帰ってきたものの、山口監督とのサッカーに合わず、ハーフシーズンで22年には名古屋グランパス、23年には徳島ヴォルティスに期限付き移籍をしておりました。来シーズンに向けて同ポジションである田中聡選手やバラダ選手、奥野選手の完全移籍もあり、今シーズン期限付き移籍をしていた徳島ヴォルティスへ完全移籍となりました。湘南に戻ってきてくれた選手がマッチせず活躍できずに他のクラブへ行ってしまうのは非常に寂しいですね。ただ本人も試合に出たい気持ちが強かったと思いますし、新天地でフィールドで輝いている長木選手の活躍を今後期待したいですね。戻ってきてくれてありがとうございました。さあ、続いて2人目の対談はこちら、石原博一選手、浦和レッズへ完全移籍です。こちらの移籍の噂は早い段階から出ておりましたが、その噂通り浦和レッズへ完全移籍となりましたね。石原選手はベルマーレジュニアから約17年間湘南で育った選手が旅立っていくのは非常に苦しいですし、浦和へ移籍ということで厳しいポジション争いになるかと思います。湘南から浦和へ移籍していった選手は多くいましたが、成功した選手、失敗した選手が大きく分かれる印象がありますし、石原選手はまだまだ成長できる年齢ですし、浦和でポジション争いに勝って出場機会を増やし、さらなるステップアップができることに期待をしております。そしてまたいつか湘南に帰ってきてくれる日を楽しみにしております。頑張れ広和。さあ、そして3人目はこちら、山本修斗選手、今シーズンでの引退が発表されました。今年38歳ということで、年齢の部分を考えてもそろそろかなと思っていましたが、現役引退が発表されましたね。21年から3年間湘南の最終ラインを支えてくれました。ベテランならではのプレイヤー、タイトルを取ってきたその能力は他の若手プレイヤーが学ぶべきところが非常に多かったのではないでしょうか。昨シーズン開幕からずっと勝てていなかった中で、ガンバ大阪戦での魂のヘディングシュートで初勝利を手にした試合は忘れることができません。現役ラストのクラブを湘南で過ごしてくれてありがとうございました。現役生活お疲れ様でした。さあ、そして4人目はこちら、美濃田光大選手、バンラーレ八戸期限付き移籍期間延長となりました。美濃田選手は今シーズン八戸で31試合に出場し、1得点2アシストを記録しておりました。 J3 ですが、レギュラーで出場機会を得て経験を積めたのではないでしょうか。来シーズンも同様に八戸へ期限付き移籍ということで、さらに圧倒的な結果を残して湘南へ帰ってきてくれることに期待をしたいです。頑張れ美濃田。さあ、続いて5人目の選手はこちら、福島隼人選手、栃木 SC へ期限付き移籍期間延長となりました。福島選手は今シーズン栃木 SC で36試合に出場し、3得点3アシストを記録、 J2 でレギュラーをつかみ、経験を積んで結果を出しているだけに、今シーズンは戻ってくるかなと期待をしておりましたが、来シーズンも栃木への期限付き移籍となりましたね。結果を残して自信もついてきていると思いますし、さらに成長してその次のシーズンでは湘南で輝く姿が見たいですね。
福島選手、来シーズンも頑張ってください。さあ、そして6人目はこちら、柴田壮亮選手、バンラーレ八戸期限付き移籍となりました。今シーズンはカターレ富山へ期限付き移籍をしておりましたが、来シーズンに関しては箕田選手とともに八戸へ期限付き移籍となりましたね。なかなか出場機会を増やすことができていないので、新天地で奮起をしてもらいたいところです。さあ、続いて7人目はこちら、柴田徹選手、福島ユナイテッド FC へ期限付き移籍期間延長です。今シーズンは6月末に福島ユナイテッドを移籍し、23試合に出場し2得点3アシストを記録しておりました。新天地で結果もしっかり出していただけに、来シーズンは1年通して福島ユナイテッドでプレーすることができるので、シーズン通して活躍し経験を積んで湘南に帰ってきてほしいですね。さあ、そして最後に8人目です。平松翔選手、 FC 琉球へ完全移籍です。平松選手は今シーズン FC 琉球に期限付き移籍をしており、29試合に出場し2得点1アシストを記録しておりました。琉球で出場機会をしっかり確保し結果を出していましたが、現在の湘南の中盤の厚い層の中で平松選手を戻すのは難しかったかもしれませんね。 FC 琉球でもっと結果を残し、ステップアップしてまたどこかのクラブで戦える日を楽しみにしています。ということで、退団や引退、レンタルの発表が数多くありましたね。個人的には山本選手の引退もありましたし、ディフェンスラインは今シーズン怪我人も多く若手が少ない部分もあるので、箕田選手や福島選手あたりは戻ってくるのかなと思っておりましたが、来シーズンも期限付き移籍となってしまいました。さあ、続いては加入情報です。今週あった加入選手はこちら、奥野航平選手、ガンバ大阪から完全移籍です。例年通りの期限付き移籍で獲得した選手を完全移籍で取るパターンですね。今シーズンは27試合に絡み、アンカーや時にはインサイドワークで中盤でのボールの刈り取り、ビルドアップ時はうまい経由地になってくれていたのではないでしょうか。今シーズンは1アシストのみでしたが、来シーズンはもっと得点関与が増えてきてほしいですし、湘南のリーグ戦での初得点にも期待をしていきたいですね。奥野選手、来シーズンもよろしくお願いします。さあ、続いて湘南ベルマーレの契約更新状況を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。今週契約更新が発表されたのは新たに8名でした。まずディフェンスラインでは杉岡選手、タチ選手、畑選手が契約更新。そしてミッドフィルダーでは平岡選手、阿部選手が契約更新。そしてフォワードでは鈴木明人選手、リサロ選手、根本選手が契約更新となりました。というところで、以前の動画で移籍の噂が上がっていた杉岡選手や畑選手の契約更新の発表があり、嬉しい契約更新となりましたね。そして今シーズンは栃木 FC へ期限付き移籍をしていた根本選手が、来シーズンは湘南でシーズンを過ごすということで、まずは前十字靭帯の損傷を負ってしまった部分をしっかり治して、復帰に関してはおそらく夏前ぐらいになってくると思いますし、そこから試合に絡んできてくれると嬉しいですね。根本選手の活躍にも期待をしていきたいです。さあ、そして最後に現状の湘南ベルマーレのチーム体制を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。これを見ると8割ぐらいの選手が契約状況が明らかになりましたね。そんな中、まだ契約が未更新となっている今シーズン湘南でプレーした選手では、ゴールキーパーでソン・ボングン選手、ディフェンダーではキム・ミンテ選手、ウィングバックで中野選手、インサイドハーフで山田選手、フォワードで大橋選手と、残り5名がまだ契約更新が発表されていない状況です。特にキム・ミンテ選手を完全移籍で獲得できるのか、大橋選手が他のクラブからのオファーが多くある中で残すことができるかが、今後重要な部分になってくるかと思います。
また全体的に見ると今シーズンの布陣はあまり変わらない状況ですが、ゴールキーパーを1人出しているだけに1名補強があるのか、またレンタル組のセンターバックは今シーズン経験を積んできた選手が多い中で、来シーズンもレンタルと人数的にはセンターバックの補強は欲しいところですが、新たな補強があるのか、そしてタリク選手が抜けた部分、インサイドハーフができる選手を1名補強ができたらなおベストな補強になってくるのではないでしょうか。湘南の今後の契約更新と先ほど挙げた補強ポイントで加入する選手が出てくるのか、まだまだオフシーズンの動向には注目をしていきたいですね。ということで今回はここまでの湘南ベルマーレの移籍情報、契約更新情報についてやっていきました。オフシーズンということでまだまだ動画を出していきますので、そちらもチェックをしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。